西山温泉は、奥、藍津、福島県川沼国柳津町にある温泉である。奥藍津は、福島県は藍津地方の西南部の新潟県と接する、柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町、南藍津町、日の江又村の七町村を指し、いわゆる人が多いことで知られる。中でも、西山温泉は、ただ三線の支流、 滝谷川沿いには区間性な山村の趣きの人らしさを残す。平家湯は奈良時代初期まで遡ると言われ、神の隠れ湯の温泉信仰を今のお色濃く残す。なお、山梨県南駒郡早川町にも同名の温泉がある。柳津西山地熱発電所福島県道32号。 柳津昭和線から滝谷川へ向かって下った先に5軒の旅館と日帰り温泉施設が存在する。8本の源泉から豊富に湯が湧き出し、旅館ごとにそれぞれ異なる源泉を持つのが特徴。特に昔ながらの当時や宿の趣きを残す、老沢温泉旅館は、杖吉春のイラストに描かれ、杖吉春の温泉の表紙を飾った、混浴浴場を持つ、純木造旅館である。 温度が異なる三つの浴槽を持ち、その奥には温泉神社が鎮座する。三種類の源泉を引く、旅館中の湯は本館と別館からなり、開け湯1200年以上の歴史を持つ。別館には開放感がある日の木の内湯と露天風呂を持ち、貸し切り利用もか。泉室は、老沢温泉旅館と共に、岩流キナトリウム、塩化物泉で美肌の湯とされる。 この宿には、次義春が宿泊している。日帰り入浴施設である、柳津町への生山荘は、温泉街から若干離れた場所にある。地熱が高い地域であり、温泉街から生山荘方面に走った道の先には、柳津西山地熱発電所も存在する。古くは、湯治場として栄えた。この地にある八つの源泉に順番に入浴すると、 万病に効くと言われたことから、神の湯の異名でも呼ばれていた。柳津町の中心地に、柳津温泉が開かれた際、当地から源泉を送った。現在では、柳津温泉が独自源泉を有しているため、相当は行われていない。岩粒気ナトリウム、塩化物、泉呼吸器系に対する効能が強いことから、短霧の湯と呼ばれている。ABCD さらに合図西山温泉秘湯の方向、奥合図の神の隠れ湯、魅惑の温泉案内ボリューム95、2016年3月6日、2018年8月6日閲覧。どこかへ蒸発して流浪して生きていきたい。写真家、告げよは温泉エッセイストでもあった、久保隆野口当人著、当時の宿。ありがとうございます。